疲れ様です。今回は長野県にある大糸線の南小谷駅というところに来ております。ところで皆さんは徒歩でしか行けない集落というのをご存知でしょうか。言葉の通り令和の現代においても鉄道はもちろんのこと、車やバイクなどを使っても到達することができない、本当に交通手段が徒歩のみという集落になりまして、それが長野県にあります。詳しい場所は長野県小谷村の牧地区と呼ばれる集落になります。Google Earthの衛星写真で見てみますと、まあこんな感じで山の中にポツリポツリと建物が建っている様子がわかりますね。山の中にあって、なおかつそこまでたどり着く、ここまでたどり着くのが登山するしかないというようなところなんですね。そして少し衛星からの写真をずらしてみますと、最寄り駅が先ほど紹介した大糸線の南小谷駅で、ここから2つの山を1時間半ぐらいかけて登ってやっと到着するような場所に位置しております。で、この小谷村の牧地区っていうのは過去に映画のロケ地にもなった場所でして、それが1983年に公開された奈良山武士行という映画になります。まあそういう話を聞いてしまってはチャンネルとしては行かないという選択肢はなくなってしまいますので、今回は1時間半の山登りをしてロケ地を見に行くと、まあそういう動画をお届けします。まずは国道148号線からそれるように南小谷駅近くの踏切を渡って細い道を進んでいきます。ここまではまだ車を使うことができます。そしてその途中に地区に牧と書かれたこんな感じの味わいのある看板が出てきますので、それが目印です。今回はここに車を止めて徒歩で向かうことにしました。ちょ、まだ登り始めて5分ぐらいしか経ってないですけど、急な坂道になっております。下はねまだアスファルトなんで、まあ、ここまで車で来れたかなとちょっと後悔しているんですが、まあね、車どこに止められるかとかそういう情報がなかったんで、結構手前で車を止めてしまった可能性があります。早速ですが結構息切れしてます。車を置きまして歩くことだいたい7分ぐらいですかね。ここから本当の登山道が始まります。ここに牧地区へ行く人のために道しるべがありまして、90分と書いてあります。あとはもうひたすら登りで完全に山道となってます。もちろん舗装もされてません。この日はピーカンだったんですが、木がお日様を隠してくれているので直射日光は避けられました。一応牧集落までは山は2つほど登るみたいで、今登っている山を登りきると下り坂になって一旦谷まで降ります。そしてまた少し登って下って谷、最後にもう少しだけ登って到着と、そんな感じのルートになってます。川も2つほど渡りますね。とりあえず一番最初の山がきつくて登りがとにかく長かったですね。多分 3,40 分ぐらいずっと登っていたかと思います。なんかあれなんすかね、あれは途中で湧き水が管から出ていました。手前にコップがご覧のようにかけられているので、多分そのまま飲める水なんだと思います。定期的に集落に向かう人がここで休憩がてら一服と、まあそんな感じの場所になっているんだと思います。これはもともとこういう建物なのか、少し崩れてこうなったのか、いまいち用途がわからない建物でした。一応クマ出没の注意書きが吊るされていました。まあ分かってはいたんですが、まあ、やっぱりこういうのを見ると少し緊張感が出ますね。ここはかなりの急勾配ですね。もうすぐ峠には差し掛かると思うんですけどね。おやった、下り坂だ。峠を越えたっぽいですね。見えづらいんですが、この木の板に黒川城跡と書いていました。昔ここに黒川城という城があったみたいなんですが、全く形跡はなかったですね。一応 Google マップ上でもピンが刺さっているのが分かります。距離的にはまだ3分の1ぐらいしか来ていません。峠を越えたのでここからは下りですね。この先は川があって、その川を越えたらまた上りに差し掛かるみたいです。まあ、ただ今ほどきつくはないと思います。先ほどの峠のそばにネクターの空き缶が捨ててありました。飲み口の形も古いものなので相当以前からあったものと思われますが、まあ、もしかしたら映画のロケ隊がここを通った時からあったものかもと考えると少しロマンがありますね。最初に説明した通りですね、これから向かう集落はこの道を進んでいくしか他に道はないので、映画撮影の際もスタッフや出演者の一同はここを歩いていくか、まあ、もしかしたらヘリコプター使った可能性もありますが、使ったとしても一部の人だけかと思われますので、まあ、大半はここを通ったということになります。
今回紹介する映画奈良山節考は、監督が今村翔平という昭和の鬼監督だった人なんですが、この集落でロケ撮影を打診したところ、最初は当時住んでた人に断られたみたいなんですね。まあ、ただ撮影場所はここ以外考えられないと、足しげくこの山道を何とか通ったら、まあ、その情熱に負けて撮影の許可が下りたそうです。当然こういう場所なので、スタッフや出演者含めてほぼ全員合宿状態で撮影が行われたみたいですね。ただ主演の尾形健は当時大河ドラマの撮影も並行してたので、金曜日に村に来て月曜日に東京に戻って NHK で撮影みたいなスケジュールだったようで、合計52回この山を往復したそうです。ちなみになんですが、先ほどからちらほらと人が映っているかと思うんですけれど、この方は今回の登山の同行者です。たまたま同業者がいたとかそういうことではないですね。基本的にロケ地巡りとかは一人でやるんですけれど、こういう山登りとか廃墟とか、まあ、一人だとちょっと危険だったり心細かったりする場合には一緒に行動することが多いですね。まあ何ですかね、用心棒みたいな役割かなと思います。なんかタイヤの輪立ちがありますね。オフロードバイクかなんかで来た人がいるんでしょうか。しばらくすると川と呼ぶべきか沢と呼ぶべきか分かんないですが、一旦谷まで降りてまいりました。この山道と並行して電線が通っておりまして、これから向かう集落まで通っているみたいですね。電柱に共同学者と書いてありますが、現在集落はこの共同学者の方たちが住んでいるみたいです。この辺りの道は昔と全く変わっていないと思いますね。冬場とかもかなり雪が深くなると思うんですが、果たして山越えできるのかがちょっと疑問ですね。映画では一応冬場のシーンもあったと思うんですが、まあこの時は俳優さんとかスタッフさんどうしたのかはちょっと分かりません。沢まで降りてきたので、またここからは上り坂になります。あれ、また下り坂になりますね。しかも下の方でまた川の流れがします。もう一個川越えんのかな。だいたい登り始めてから1時間ほど経ちました。まあ、距離的にはもう半分は超えてると思いますね。あともう一頑張りだと思います。さっきの沢からすぐにまた下り坂になりました。しかも結構勾配がきつくて道もぬかるんでいたんで、まあ、帰り大変だろうなと思いながら下ってましたね。落ちたら確実に死ぬようなところに出ました。下にはさっきよりしっかりとした川が流れています。はい、というわけで谷まで降りてまいりまして、さっき眼下に見えた川がこちらになります。水はかなり澄んでて綺麗でしたね。ただ魚は見当たりませんでした。あとはいつかの豪雨の傷跡があったりして、悪天候の時に来るのは危険だよなと改めて感じましたね。携帯の電波は当然のごとく入りません。5分ほど休憩しまして、山登りを再開しました。おそらくこの橋を渡ってもうすぐかと思われます。橋を渡った先にブルーシートに覆われているものがあったんですが、これ見たら原付バイクでしたね。本当にここまで山道をバイクで越えられるのかは疑問なんですが、まあここにあるってことはそういうことなんでしょうか。もう一つの川を越えてまた上り坂が始まりました。とはいえあともう少しで到着するんじゃないのかなと思います。またバイクがありますね。これは廃車っぽい。ここまでバイクで来るのもなかなか大変だと思うんですが、どう来たんだろう。うわぁ、まだ上り坂が続きますね。2つ目の川を越えたからもうすぐだって油断してたんですけど、最後に心臓破りの坂が残ってましたね。しかもこれが結構長いんですね。本当に山の上に集落があるんだなということが実感させられました。この辺もタイヤっぽい跡があるんで、頑張ってオフロードバイクとかが入ってるんでしょうかね。ここまで到底ここまで来れそうな道のりとは思えないんですけど、まあ、タイヤがあるということはそういうことなんでしょうかね。おなんか開けそうなところに出てきました。もうすぐで到着しそうな雰囲気を出してきております。お建物が見えてきた。おビニールハウスが見えますね。あそこに、あそこだ集落。現在時刻は14時30分。車を出発してからちょうど1時間半ぐらいですね。おお見えてきた。結構立派な建物あるな。あそこ見えるかな。ちょっともうちょっと進んでみます。おおすごい、結構しっかりした建物もありますね。これとか
この辺は今住んでる人たちが切ったものなんですかね。ここで暮らしている人たちは半自給自足の生活をしているみたいですね。これが牧集落の入り口の道路かな。というわけで間もなく牧集落に到着です。先ほども言ってましたが、場所も場所なので、ここは半自給自足の生活を行っているみたいです。映画の時も結構似たようなことをやってたみたいで、一部は結構荒れ果てていた田畑をですね、映画のスタッフが耕して作物を育てて本当に村を作ったみたいなんですね。あと当時監督の今村氏が映画学校の校長をやっていたらしくて、そこの学生たちを連れてきてめっちゃ安い日給でコキを使ったみたいな話もあるそうです。まあ今じゃバレたら炎上ですね。この入り口の手前に立っているのが荒屋敷と呼ばれる茅葺き屋根の建物で、この集落に住んでいる人はみんなここにいるそうなんですね。映画の中でも荒屋敷の誰々がみたいなセリフがあったので、当時から荒屋敷っていう名前がついていたのかと思われます。ちなみに誰かいたら挨拶をとは思ってたんですけど、結局ね最後まで誰とも会わなかったんですね。まあなんか誰かいそうでいないような、なんか不思議な感覚でした。1972年頃までは実際に一般の人が住んでいた村だったみたいで、100人近くの人が暮らしていたそうです。当時は学校もあったそうで、まあ、この時は見つけられなかったんですが、学校の跡地も残っているみたいですね。1972年に廃村になって、1976年に現在の所有者の共同学舎が始まったそうです。そして奈良山武士校の映画がクランクインしたのが1981年12月3日と、冬から始まって1年以上かけてここで撮影が行われたそうです。映画のスタッフが到着した時はすでに15軒ぐらいあった家のうち半数以上が雪の重みで倒壊していたみたいです。なので美術スタッフが実際に家を建て直したりしたそうで、まあ、さっきも田畑を耕してた話をしたんですが、本当に村を再生させたような感じで、まあ、ダッシュ村みたいなことをやっていたそうです。で、そんな過酷なロケを行った結果、映画の評価はどうだったのかというと、1983年のカンヌ国際映画祭で最高賞を受賞したそうです。日本からはビートたけし主演の戦場のメリークリスマスも同時に出品していたらしいんですが、受賞前は戦場のメリークリスマスの方が評価が高くて、奈良山節子は全然注目されていなかったみたいです。ただ蓋を開けてみたら結果こっちがね受賞して大ヒットとなったそうなんですね。制作費が1億7000万円で12億円稼いだとのことです。ちなみに1958年にも木下圭介監督で奈良山節子の映画が公開されております。一通り集落を見て回ったんですが、人が入ってそうなのは入り口周辺だけで、奥の方はもともと田んぼか畑だったけど今は使われていない土地という感じが多めでした。おそらくこの辺りも映画当時はスタッフ総出で作物を育てたんだと思われます。この日は天気がかなり良くて、向こうの山まではっきりと見えておりましたね。映画でも似たようなカットがありましたので比較してみます。左が映画奈良山節港からのワンシーンです。奥の山々の様子は季節こそ違いますが、全く当時と変わっておりません。手前の家は当時は全て茅葺き屋根だったことがわかります。おそらく矢印の建物は同じものと考えて良いと思います。左側の2つの針葉樹林が成長しているのもよくわかりますね。次にこのカットなんですが、アングルは全然違うんですけど、右側に見切れている建物が壁の作りや窓がついている位置が一致しているので同じものと考えられます。茅葺き屋根もそのまま残っておりました。奥の建物も矢印のもので同じものかと思われます。映画では電柱が映っていないので廃村になった後に引っ張ってきたということになります。続いて茅葺き屋根の住居が密集しているカットなんですが、おそらく赤い矢印の建物がそれぞれ同じものと考えられます。左の建物の壁の作りが見づらいんですが一致していると思います。手前にも建物があったみたいなんですが、現在は取り壊されています。奥の山の稜線もご覧のように当時と今で全く変わっておりません。現在集落には人が住めるぐらいの大きさの建物はだいたい6個ほど存在していました。 Google Earth でも確認できます。映画の当時はその倍以上が存在していたみたいで、映画のカットから察するに15個ほどの建物が確認できます。昔は荒屋敷を中心に建物があったようですね。赤い矢印の建物は今回訪れた時にはすでに存在していなかった建物です。こういう豪雪地帯でしかも木造の建物であれば、まあ放っておいたら潰れてしまうのは必死なんで仕方ないかなと思います。俗世間から離れてこうやってのんびり暮らすのもまあそう簡単ではないよなと感じました。今でも人が生活している荒屋敷もおそらくメンテナンスはこまめにやっているようで、行った時には足場が組まれていましたね。
ちなみに2015年にはこの集落のドキュメンタリー映画も撮られてて、荒屋敷の住人たちというタイトルで公開されています。はい、というわけでございまして、南小谷駅から徒歩1時間30分かけてやってきた牧地区の紹介でございました。ここはね、本当に車では絶対に行けないような場所なので、まあ、来る際はね、結構覚悟を持たないといけないんですが、とはいえですね、登山する方にとってはそこまで厳しい道取りではないと思います。まあ素人の僕がね、来れたぐらいなんで、いやーきつい、しない、